ヒラ軍はアメリカ合衆国アリゾナ州中部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は53,597人であり、2000年国勢調査からは約2000人増加した。軍庁所在地はグローブである。ヒラ軍内にはホートアパッチインディアン居留地とサンカルロスインディアン居留地の一部がある。ヒラ軍は1881年2月8日に隣接する。 マリコパ軍とピナル軍の一部を合わせて設立された。1889年の住民生願によって、その境界は東のサンカルロス川まで拡大された。軍庁所在地は当初から鉱山町のグローブシティ、現在のグローブになっている。1880年代、平軍内でアメリカ合衆国史の中でも犠牲の大きい構想となった長期間の戦争が起こり、 関係した家族はほとんど絶滅するまでになった。このプレザントバレー戦争と呼ばれるこの構想は、牛を飼うグレアム家と羊を飼うテュークスベリー家が対立したものだった。対抗意識が高まり敵対行為が始まると、フレデリック・ラッセル・バーナムが負け組側についてこの構想に関与した。バーナムはこの構想で多くの人を殺し、 彼自身も賞金稼ぎによって殺される寸前まで行ったことがあった。有名な暗殺者であるトム・ホーンも雇われ者として関わったが、どちらの側についたかは明らかでない。双方が多くの者を殺され、その犯人が挙げられることはなかった。モゴヨンリムアメリカが州国国政調査局によれば、軍域全面積は4795.74平方マイルであり、 このうち陸地は4767.70平方マイル、水域は28.03平方マイルで、水域率は0.58%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。平群の編入済み領域と未編入領域、およびインディアン居留地。ありがとうございます。